皆さん、おはようございます。ここ南カリフォルニアにはたくさんの着物の、教授とか教室とか着付けの先生とかいらっしゃいますけれども、一人はですねちょっと変わってる着物の着付けの方がいらっしゃいまして、今日は、その方のお話を伺いたいと思います。大川敏子さん、ちょっと変わった着物の着付けの仕方をしていらっしゃる方です。大川さん、おはようございます。おはようございます。本当に変わった着物の着付け大丈夫ですか？着物をそういう風に着付けしたりして、なんかこう、もう私何も分かってないからちょっとふざけてるなって思う時もありますけど、そんなもんですか？これはですね、そのミュージシャンとか、それから、はい、女優さんたちからのリクエストなんです。おお、そうなんですか。なるほどなるほど。やっぱりアメリカのアーティストたちの感覚違いますよね。そうですね。でもそれに合わせて大川さんがそれ合わせてやっちゃうっていうこともすごいですね。いや、もう頼まれたらやるしかないですね。まあ本当にね、私はね、着物のイメージって言ったらマダムとか家庭画法のね出てくるようなそういうイメージしかないんだけど、と思ってですね、うん、芸術として見てます。お、すごいですね。ありがとう。どんなのがあります？まあ、ハリウッドって言ったら女優、男優、歌手、いろんな方がいらっしゃいますけれども、どういうのがありますか？もうですね、一番最初に映画祭ですね。あ、映画祭、アメリカの映画祭。ジャパンのです、日本映画祭。日本の映画祭、はい。それがハリウッドでありまして、毎年。はい、で、それには本当に総領事の、ね、方とか、もういろんな方がいまして、で、日本からちゃんと俳優さんたちがお見えなんですよ。渡辺謙さんとかね。アメリカンガットタレントの海老名さんですとか、それから映画を作った監督さんたちとかがあります。はいはいはい。で、その時に司会をする方が必要ですよね。通訳もできませんので、はいはい、でその時にこちらにいらっしゃる女優さんでバイリンガルの方がいらして、その方に振り袖を着せてくださいっていうことを毎年させていただきました。で、どうですか？何年かさせていただいたですね。とても勉強になります。アメリカ人から見たらもうすごいいい意味の派手ですよね。そうです、もう派手やかな、うん、瞳をこう弾くような。そう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 。例えばストレッチリモに乗ったりするのに地味な着物っていうのは合わないんですね。なるほど。そう、そうか。で、それを大川さんもやっぱりかなりたくさん在庫を抱えておかないと、要求されたらされたままのものを出さないといけないんですよね。こんな感じのものありますか、ああいう感じのものありますかって言われたら大変ですよね。うん、はい、ですからもうありとあらゆるものを揃えていますね。日本に行くたびにいろいろ買ってきます。その日本の着物の模様とアメリカ の、まあ、そのハリウッドの、式典の時ですよね、アワードの時の雰囲気って合いますか？ですね、逆に例えば何でしたグラミアワードの、はいはいはい、の着付けを頼まれたんですね。おー、羽織袴。はい、羽織袴なんですよ。なぜこれかっこいい、うん、と言いますとね、このセレモニーの時には、はい、ドレスコードがありますね。うん、で、この方はドラムの方でグラミーのメタルを持たれた方なんですけれども、ドレスコードはですね、タキシードだったんですよ。おー、なるほど。それでお電話をいただきまして、
シードと言われたんですけど、どうしましょうねっていうことだったんですね。で、私はちょっと失礼かなと思ったんですけれども、100万円するタキシードを買ってきてもね、うん、私は日本人は白人の人に負けるかもしれないから、うん、それだったら第一級のね、清掃である紋付き袴はどうですかっておすすめしたんですよ、うんうん、どうしたらこの方が、いや実は僕も紋付き袴で来たかったんですとおっしゃって、うん、それでそれはノミネーションですから、うん、はい、でとにかく袴を用意して、で奥様はご自分のお着物を日本までオーダーされて、それで新調のお着物をこちらに帯と一緒に持ってこられて、それでちゃんと前の日から準備をしておいたんですね。で当日になりまして10時ごろ こちらに見えて、それでお着物を着て会場に行かれました。はい、そしたら夜10時ごろ、うん、ランミショーもらいましたってお電話があって、私もびっくりして、いや嬉しかったんです。でその席にはね、シンソサイザーの、方、何でしたか、名前が出てこないんだけど、その方とかテーブルが一緒だったそうですよ。でその方はもう何回も僕は来てるからって言って、すごい余裕しゃくしゃくだったんですね。でいよいよこうグラミー賞の発表がありましたときに、なんとこの中村さんっていう方がニューエイジの部門でグラミー賞をもらわれたんですね。でそれが終わりますと、受賞者だけを他の部屋にお呼びして写真撮影があるんですよ。なるほど。そうしますと担当の方がね、今まで着物を着てきた方はいらしたけれども、受賞したのはあなたが最初です。へえ、それはそれは、うん、でも本当に皆さんベテランの方ですから、この方おとなしくね、端っこの方にこう立ってらしたんですよね。そうしたら周りの方が「No, you have to be in the center」って言われて、一番真ん中に紋付き袴姿で立ちになって写真撮影があったんです、ね。日本の紋付き袴ってアメリカの、まあ、欧米社会のタキシードに等しいですよね。そうですから、はい、しかもアメリカ人から見たらエキゾチック的で素敵ですよね。そうなんですね。特に今、まあ、エイジアンブームということもありまして、アニメーションとかあちらの影響もありましたね。男の子たちでも袴を履きたいんですよ。ですから着物っていうのは女性のその振袖であっても憧れなんだそうです、うん、今まで着物って言ったら、まあ、女性がね素敵な着物を着て、それがまあ着物のイメージだけど、最近男性が紋付き袴、羽織袴を着て、まあなんと素敵な、やっぱり日本男児って感じがしますね。そうです、もうすごい私素敵だなって思います。だからもっとこう男性もね、女性みたいに着物を着て式典とかね、ああいうところで日本人をアピールするようなそうですね、まあ、女性の着物ももうさることながら、これから日本の男性もみんなどんどん着物を着て街の中かっ歩していただきたいですね。本当にそう思います。うん、もう自信を持って歩いていただきたいと思います。うん、で大川さんはそのハリウッドとかそういうところでのお仕事はやっぱりほとんどそれがお仕事ですか？いや、私はそれの他にスティンガーとか、それから女優さんたちの映画の撮影とか、うん、それから普通の人でも成人式、結婚式、金婚式、そういうこともはい。なるほどね、まあ、いろんな式典もね、コミュニティのイベントでね、いろんな式典がありまして、やっぱりそこに男性も女性も着物姿で出てくると、本当に会場がパッとこう華やかな雰囲気になるんですよね。どうすれば、まあ大川さんもこのロサンゼルスの日本人コミュニティ長いんでしょ、結構ね。そうですね、はい、
着物を着て出かけるって、本当にごく一部の人のような気がしますけれども、おそらく自信がないとか持っていないとか、いろんな意味において恥ずかしいとかありますけれども、大川さんから見て、確かにたくさんいらっしゃいますけど、着て出てきた、でもまだまだ足りないですよね。そうですね、足りないと思います。コミュニティの中のイベントで、大川さんから見てどうすればみんながもっと、じゃあ私も着物着ましょうっていうふうになります？やっぱり着る人がどんどん増えるとみんながだんだん着たくなるんでしょうね。なんかいろんなところでその着物を着たイベントをやりましょうっていうのが、現れているようで、でこの前ですね、前回、あれは JCC のイベントでしたかしら、あの時に津軽三味線の方がね演奏されたんですよ。でそれを私の着物の生徒さんにこうやってありますけど、行きますって、あ行きますって、皆さん着物を着ていくイベントの場所が欲しいんです。それがもうよく分かりました。ですから、そうですよね。着物に津軽三味線とか琴とかね、もう全くイメージがぴったりですよね。お母さん、ハリウッドの話ありがとうございます。これからちょっとコマーシャル入りますので、この後またよろしくお願いします。お母さん、はい、コマーシャルの前でハリウッドでいろんな着物を着付けの大活躍されておりまして、中村さんのこともさることながら、他にアメリカ人の俳優さんとか歌手さんたちの着物の着付けはありますか？ありますよ。私が一番びっくりしたのはこの方でした。私も今パッと見てびっくりしました。何ですかこれは？この方はですね、ハリウッドのモデルさんなんですけれども、へえ、一番最初にエージェントから電話がかかってきまして、そしてモデルさんが行くからよろしくねってそれだけ聞いてたんです。そして私は女性の着物とか女性の履物とかね、そういうもの全部用意して待ってたんですよ。そしたら現れたのはこの男性だったんですね。へえ、じゃあ袴を履くんですか？私は女性の着物しか用意してないですよって申し上げたら、自分は女性の着物を着に来たって言うんですよ。オーマイ。本当、もうびっくり仰天しましたね。えらいこっちゃ。えらいこっちゃでした。そしたら、この方はですね、女優さんたち、男優さんたちがなんか300人ぐらい集まって、でいろんな世界中からというか、ニューヨークとかね、あちらの方からカメラマンたちが、一流のカメラマンたちが集まって、その皆さんの写真撮りをするイベントがあったんですよ。はいはい。でそこに来る方々はみんなそのカメラを自分に向けてほしいので。なるほど。ね、向けられた、いろいろ思考を凝らして、で彼はそこでこの着物にしようと思ったんですって。それで彼身長が180以上あるんです。すごい。でしかも25センチもあるヒールを履いて着物を着るって言うんですよね。で私はチビですからとても届かないので。大変。踏み台を持ってって本当。それでやりましたけど、なんかねやっぱり彼が一番この衣装の派手さがね目立ったんだと思うんですけど、彼が一番カメラを向けてくれるカメラが多かったんですよ。それでしかもスピンっていうね、なんかファッションの雑誌がありまして、そこに彼が載ってました。とても嬉しかったです。でもハリウッドのモデルさんの撮影のための着物を着付けって言ったから、大川さんは本当にああいう派手な着物を持っていかれたんですね。そうですね、とにかくなんていうのかな、もうパッと人目につくような色取りでないとダメなんですよね、ああいう世界はね。だから例えばお茶の世界とかは
ね、和美とかサビとか、それなりの、着物の着方がありますね。でも、私が思うにハリウッドではそれは通用しないかもしれません。やっぱり派手で、人目を引くような、目を弾くような色が、わびとさびやっぱり日本ですね。あれは素晴らしいんですよね。なんでかアメリカの人っていうのは派手な色を好みますから。アメリカ人って派手にこう、まあ、できてるって言ったらおかしいんですけれども、似合うんですよね。似合いますね。日本人が今のあの着物を着てたらちょっとみんなあれと思うかもしれませんね。ところが白人の人が何でも言ってるっていうみたいなところ。でもとしこさんがその着物持ってらっしゃるっていうことは誰か日本人着る人がいるからじゃないんですか？そうじゃないの？花嫁衣装のお色直しの時に、おお、なるほど。派手なね、これもそうなんですよ。まあ、後ろのあれはまあ分かりますよね。すごいいかにも日本的で、おめでたい時の結婚式とかそういうね、分かりますけども、先ほどのあれはやっぱりちょっとびっくりしますね。ごいですよね。こういうのが3、4枚あるんですよ。そうですか。他どんな方がいらっしゃいます？ハリウッドの方たちにその着物着せたりとかあります？その俳優さんが来られるときに、司会をする方、この方、おお、司会の方も着物。そうなんです。なるほど、なるほど。この方はバイリンガルで、女優さんですね。で、この方にお着物を着て、渡辺謙さんの横に立って、そして通訳をされ。渡辺謙さんも英語を話せになりますけれども、やっぱり一応、ね、通訳っていうふうに言って。渡辺謙さんは羽織袴で来られましたか？いえいえ、この時彼はね、許されざる者っていう映画の、キャンペーンかな、それで来られる。彼はお着物ではなかったです。そうなんですか。まあ、しかしハリウッドでお仕事なさると、いろんな有名人、それこそセレブとかいう人たちに会えるんで楽しいですよね。面白いですよね。楽しいですね。やっぱりあるところは入るときにね、セキュリティがすごくうるさいので、なるほど、なるほど。で、友達がいて、私もそういうとこ見たいから連れてってっていうことはできないんですよ。セットがね、何回もある、何箇所もあるんですね。で、そこで ID を見せなさい、見せなさいって、そういう世界ですので、厳しいですけれど、中はいろいろ楽しいこといっぱいありますね。そうですね。でもお話はできますか？個々のその俳優さんたちとか、お母さんとの間の会話とか。その着付けをしている間はいろんな話どんな感じですか？皆さん。まあ、どんな感じでそれぞれ違うでしょうけれども。何か特別に印象残ってるのはありますか？そうですね、ただですね、例えばこの方も女優さんでありダンサーであるんですけれども、これまたここでもね、お話ししたんですけれど、セリフのある、それから自分が主役の時は、自分でコンセントレートして、余計な雑念を入れたくないんですね。ですから、お邪魔できないんですよ。もう着物を着てる時も一生懸命セリフを考えてらっしゃるし、ね、そしてこの方は初めてこの日舞のポーズをしないといけなかったので、それのポーズをこうして手真似をして練習されたりとかね、逆にこう緊張の時間でもありますね。なるほどね。プロだからこそ、そういうことでしょうね。先ほどのあの写真、なんか、バレエのお骨履いてらっしゃるみたいな感じだけど、着物にバレエですか？そうなんです。この方はですね、Turning Japanese という映画の主役をされたんですけれども、本当にね、オーディエンス賞とか、なんとか賞とか、16本もらってか、カンヌまで行った映画なんですね。コメディだったんですけども、それは面白いコメディで、無用描写になって、いろんな役をやるっていう、役だったんです。
で、これはですね、その後に、春のね、その何かイベントをされるときに、ちょっと変わった着物を着てみたいっていうことで、バレリーナですから、まず足を、なんですよね。着物着てた足が見えないもんね。おみ足、おみ足がね、素敵だし、だってしかもトーシューズが見えないといけない。そして、この袖ですね、こう、上げるときにこんな長い袖だと邪魔になりますよね。この袖は私がこういうふうにして、いわゆる創作着物みたいなのを作る。で、これをですね、私、してるときにすごくお勉強になったことがあったんですよ。これは、桜の柄がついてるんですね。私は桜だと思ったんです。出るかな？見せてもいいですか？もちろん。こういうふうに、柄が、こんなあ、ふうに。本当だ。きれいきれい。ね？あ、本当だ。こういうのがついてるんですよ。それで、とても珍しいんですね。夏の着物に刺繍でこういうものをつけたの。で、私は桜の花びらだと思ってお見せしたんですよ。そしたらこの方はね、イギリス人と日本人のハーフの方で、感覚がやっぱりね、もっとこう、違う発想欧があっ米風のね。た。そしてこれをね、あ、違う。これはハードじゃないですか。バレンタインデーの着物でしょっておっしゃったんです。ああ、なるほど。と思いましたね。そこで、あ、じゃあこの着物は、ですから、それから、バレンタインデーの、例えば音楽の、コンサートのね、お集まりとか、そういう時に貸してくださいって言ってお貸ししたことが何回もあります。そうですか。まあ、大川さんはただ着付けるだけじゃなくて、その人の演じる役、あの方の雰囲気全て考えて、創作着物みたいなものを作ってあげなければいけない、そういうお仕事ですね。そうですね。なんかいつの間にかそういうふうに言ってしまって、楽しいですけれどもね、自分ができると思っていても、向こうはいや、どうしてもこれやってほしいと言われると、ない知恵を絞るわけですよ、いろいろと。いや、しかし、着物をそういうふうにすることもできるっていうことは、いや、初めて知りました。もう私も古い人間ですから、コマーシャルの前で言ったように、そのマダムとか家庭画報みたいな、そういう着物のイメージしかないんですので、まあ、いささかびっくりしております。大川さん、ありがとうございます。こう、お話尽きないんですけれども、来週もまたぜひ、お着物のね、ご活躍のお話、もちろんオーソドックスの着物の話も聞かせてください。来週よろしくお願いいたします。今週はどうもありがとうございました。ありがとうございました。この後、マジックベル川柳第4回が始まります。チャンネルをそのままご覧ください。おはようございます。マジックベル川柳第4回です。今日もマユゴンさん、トシゴンさんとお送りします。今日の一句。温暖化少し分けろと月が言う。温暖化少し分けろと月が言う。カメラーン・レヴィン・トーランス。カメラーンさんらしいユニークで面白い句です。マユゴンさん、どう思いますか？はい、その分けろってのがなんか乱暴な言葉のような気がするんだけど。そう言われるとそうですが、作者らしい表現ですね。としごんさんはどうですか？はい、私もそう思いましたけど、この句を選ばれた理由は何なんでしょうか？この句は言葉だけを拾っても意味が分かりません。そこで作者の言いたいことは何だろうと考えてみました。作者は最近の異常気象を心配しています。温暖化を月に分けてやったら地球は冷たくなるかもしれない、そういう意味を込めて月に分けろと言わせています。こんな風に人が思いつかないような表現にチャレンジしてみてください。楽しくて
ユニークな作品になります。トシゴンさん、マイゴンさん、なんとなくでも分かっていただけましたか？はい、少しは分かったような気がいたします。はい、はい、では今日の川柳はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。選句解説は南家庭子猫でした。作品お待ちしています。送り先はトトロ図書館 @gmail.com トトロ図書館 @gmail.com よろしくお願いします。